皆さんこんにちは、内藤寛です。真面目ラジオンズです。ディズニーランド始めます。今回もですね、僕の下積み時代の作品紹介しちゃおうと思ってますが、今回はですね、この18歳の時に作ったゲームです。大人になり始めております。はい、早速いきましょうか。こちらです。じゃん、シャープ X1 のですね、スーパーランボーっていうね、 X1 っていうハード知らないでしょ。そんなパソコンあったのって、パソコンテレビ X1 っつってね、なんかテレビのね、で、パソコンの画面を合成したりとかね、なんかキーボードでチャンネル変えられたとかも、なんか変なパソコンだったんだけどね。で、ここのね、フロッピーディスクですよ。フロッピーディスク、このしかも5インチ。これ容量とかってどんぐらいだったの昔って。多分1メガとかないよね。キロだよね、単位。キロ、640キロとか。もうキロとかいう単位も今使わなくなっちゃったよね、もうね。僕がね、最初に買ったあのフロッピーディスクってね、ワンデーっていうタイプだったんですけどね、1000円ぐらいしましたよ。140キロとかぐらいしか入んないのに。でもその前あのカセットテープだったからね、記憶媒体がね、カセットテープとか意味わかんないでしょ。昔はカセットテープだったんですから。まあいいや、ちょっとね、早速っていうかですね、やってみようと思うんですけども、これもね、またね、やり方ね、全然わかりませんよ。これどうやってんだか、とりあえずでもなんとなく方向、ん、まず動かないぞ。テンキーか4か。 BGM とかないんだよな。これなんだ、人は何なんだ。ちょっとわかんない、これだって話すんだ。ん、ランボーはダメージを受けた。ダメージ受けちゃってんじゃん。何ちょっと逃げよう、逃げよう。意味が大体ローマ字ってすごいな。ちょっとこれ、相手と戦うにはどうすればいいんだろう。動かねえな、なんだか。これさ、X1 ってね、ゲーム機とか、MSX みたいにこう、スプライド機能とかないからさ、こういう木の陰に隠れてチラチラ見えたりするじゃん。これ全部計算でね、求めてるんですよ。どの辺が表示するかっていう、こう描画とかっていうのはさ、もうこれね、PC8088 バージョンもあるんですよ。8800バージョン。そっちはね、ブーちゃんが作ってね。これでもCPU 同じだから、一緒にこう結構共通ルーチンとかあったんですけど、ちょっとまあ進めてみます。さっきのやつどこ行っちゃったんだ。で、どうやって戦うんだ。あ、スペースか。スペースでなんかやってるっぽいぞ。どこ行ったんだ、あいつは。いねえな。あ、いたいた。なんだこれ。よし、よし、あ、やば、まず、とりあえず逃げよう。なんか、人が出てくると、処理落としして、なんか重たくなるぞ、これ。またなんかいるな。ちょっと、よし。どうすりゃいいんだよ、大体このゲームは。とりあえず戦えばいいのか。ちょっとなんか、やだな、BGM ないよ、足音だけっていう。なんか、戦おうとするといなくなっちゃうな。どこにだ、なんか右上にエッジナイフとTナイフっていうのがあるな。エッジとTの意味がわかんないっていうのがあって、どこもいなくなっちゃったよ。寂しいな、 BGM ないところ。痛い、秒数痛い。これ知ってるな。これね、サブタイトルだがキャッチフレーズがね、急に BGM あるじゃん。よく考えたらここだけ。サブタイトルだからキャッチフレーズがあるね、地獄ゲームっていうね、ゲームの名前だったんですけど、これ作る方も結構地獄でね、とにかく速度とかいろいろね、うまくいかなくて苦労したんですよ。で、ブーちゃんと2人で泊まり込みでやってるんだけどさ、明け方とかもうだんだんおかしくなってきちゃってさ、もう全然違うゲーム大音量とかでやってね、もう緊張迷惑だったなと思いますけど、ただね、この地獄を経験してね、プログラマーとしてはね、成長しましたね。いろいろこうテクニックだとか工夫とかっていうことで、やっぱプログラマーはね、一度はね、こう地獄を経験しないとね、今の時代ダメなの？あ、それ、あ、そう、昔は結構途中で逃げちゃう人とか結構いたんだけどね、はい。でもね、この次の作品がドラクエ3ですから、僕はね。これね、やっぱいかがだったかと思いますか、僕のこの下積み時代っていうね。これがあったからこそね、やっぱドラクエ3のプログラムにつながったんです、ランボーが。本当か？
もうミッドナイトブラザーズがあったからやっぱりその後のシャイニング・アンド・ザ・ダークネスができたわけであり、まあ、カーレースがあったからランナーバウトができたんですよ。関係ないか。あのカーレースをご購入された方、改めてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。というわけで今回はここまで。それではまた次回。バイバイ。